Cチャンネルクリッパーの市木美里です。今日は雨の日にぴったりな簡単なヘアアレンジを紹介します。まずはある程度髪の毛を簡単に巻いておきます。続いて手ぐしで一つにまとめます。この残したい分の前髪を前に垂らします。そうしたらこの結び目が見えてしまうので下の髪の毛を少し取って結び目に巻きつけます。ここでこのピンで留めます。こんな感じで結び目が隠れました。この上の部分をちょっと持ち上げていきます。そして前髪をボリュームが出るようにちょっとだけねじってまたピンでここ